場商店街ですね。探検してみよう。っていうか、いつも何度も撮ってるんで、ここはね、高級時計とかね、いろいろあるんですね。わあ、やっぱり人通り多いね。すごいのがあるぞ。忍者だ。おお、すごい。服部半蔵、タイガースファンですね。これね、国産もいいですよね。 G-SHOCK、 9万円ぐらいするんだ。で、ここはね、ちょうど心斎橋駅まで来た。で、ゼニスはね、右手側に確かあった。ゼニス、これはメンズあるんだ。ゼニスの店、確かこの辺だな。あの辺りじゃない。地下鉄御堂筋線の心斎橋。心斎橋ね、大きいね。この心斎橋のほぼ中心ですね。それと難波、このもう一区間なんですけどね、その間が大阪の商業地域の中心地。あ、しゃぶ葉入ってんのね。優太君来たら来よう。もう今のところでもね、相当ありましたよ。で、この並びだな。ゼニス、大阪といえばね、ゼニスですよ。で、当然つけてきました、エルプリメロね。これの最新モデルがね、確かね、出てるんですよね。どこだろう。やってないかな、今日は。大阪の新市大パルコ、大丸。あれ上ね、展望台があって、今行けな、この間行けなかったな。映画館なんですよね。で、この並びですね。ね、高級スーツ仕立ててくるんですよね。もうちょっと先だな、確か。あの人が立ってあたりかな。ないぞよ、こういうほら高級ブランドのお店があったりとかしてます。あ、ゼニス出ました。おっと、なんか貼ってあるよ。来たのにな。3期目のエルプイメロ買おうかと思ったらやってない。え、場所変えてんのかな。あ、場所が違うみたい。で、今仮住まいで、じゃあ11月オープンなんですね。今工事中。この星のマーク、エルゼニスのマークです。お、やってないよ。ゼニス、やってないです。で、戻れってことはこれ今ここでしょ。御堂筋かそっちでしょ。御堂筋そっちか。よし、通ってんだから。うん、後ろってこと。北だから、いや、もう戻るのやだ。やめよう。この先なんだな。いいや、戻るのやだ。なんだよ。で、あの商店街に戻ろう。残念ですね。で、南へ向かいます。まあ、これは南。やっぱり御堂筋って言うんですね。やっぱり広い通りで、建築もすごいおしゃれ。クリスチャン・ディオール。クリスチャン・ディオールは持ってないかな。あ、持ってベルトも使ってるかな、これ。
カーベルトね、これいいですよ、なんかね、こうあの品物がいい、クリステン。これは知らないな、なんていうの、中麺装飾メーカーですね、時計じゃない、ダイヤモンド、指輪とか一応時計作って、だからブルガリみたいな感じですね。フェンディ、あ、フェンディはいいね。で、こっちは、あ、ほんとね、大都市だよ。これはエルメスあるしね。京成大丸は、まあ、歴史的な建築ですよね。もう見た感じね、そういう正面1階部分、1階から4階ぐらいまでその状態ですね。で、裏側がこういう近代的にね、でパルコとね繋がってるんですね。どうでしょうね、コンクリートを打ち込んで石を張ってるんですね。でタイルもね、で上側いうダビデの星みたいな感じですね、というデザインなんですね。神宮街にある、ハンバーガーですね、これね、人気になるんですね。東京で食べると行列できるけど、なんとかね、こう、並ばずに食べられそうな感じですね。まあ、横須賀ネビーバーガーみたいなんですね。ここにしよう。もうダメだ、疲れた。ん？花丸。大阪に来て、ぶっかけ。だし担々麺。こう、もうご飯はね、いや、うどんにしよう。引き上げが150円かな。で、うどんのぶっかけの中お皿で合わせて580円、一応300円券を使ってたんですね。で、これだけでもね、油かすとかいっぱいね入れられて、これてん、ね、かき揚げ入れなかったかもしれない。それでね、430円で一食が食べるって相当ね、いいですよ。とってもいい、おすすめ、激安でおすすめです。丸うどんと唐揚げのお店と牛丼が揃ったところで食べてみたんですが、圧倒的に花丸うどんが一番人気ですね。なぜか牛丼がほとんど今一人でやってるし、人数の配分も違う。まあ安い、どっちも安いけどね。はい、じゃあこういう感じですね。この辺は高級ショップですね。高級ショップですね。これなんて言うんだろう、すごいね。あ、これはシャネルだ。お、やっぱり、ね、ダイヤが入ってると100万超えるね。 J12 これのダイヤないですもん。あれは、あ、俺44万なんだな。本当は80万、俺80万ぐらいしたって。でも半額になっちゃうね、シャネルだと。JWC、ああ、これも下がっちゃうね。フランク・ミューラー持ってる。このクロノグラフは40万、あれ持ってるな。ロレックスのサブマリーナ90万で買ったのが、同じですね、けど150万ぐらいですね。130万ぐらい、サブマリーナね。デイトナはさすがにないや。まあ、さ、道頓堀、はい、イラミの中心地ですね。あ、またまた来てしまいました。心斎橋商店街でもこちらね、ナンバです。グリコ、うどん食っちゃったな。この辺はいろいろあるね、すごい。グリコすごい、あの観覧車動いてる。ドンキホーテ